翔猿です。よろしくお願いします。本日の動画は冬の新作から、クリアフレームですね、ご紹介したいなと思っております。はい、おすすめカラーだったりやっぱり黒がいいよねみたいな動画を撮ったんですが、撮って気づいたんですけど、やっぱりクリアもいいよねっていうところでですね、今日は、クリアフレームをご紹介させてください。1本目はこちら。はい、ヤバですね。ヤバのクリアです。どうですか？まあ、クリアフレームのね、ヤバっていうのはね、はい、ちょっとスッキリはやっぱしてるんだけども、スタイリッシュさが出て、また違った印象かなっていうところはありますね。それこそ個人的にはクリアのミラーレンズとかシルバーミラーとかゴールドミラーとかその辺入れてもらったらちょっと怪しげな感じがしてかっこよくなるかなと思いますね。もう本当にこのカラーレンズミラーレンズとの相性はものすごくいいんじゃないかなと思います。こちらがヤバのクリアですね。そして次はこちらです。妙義です。クリアどうですか？いいと思いますね。それこそちょっと奇抜なカラーレンズ、真っ黄色なレンズとか、あとはライムグリーンとか蛍光色のカラーレンズとか入れてもらうとちょっとだけサイバーチックな感じにもなって、また違った一面が見れるかなと思いますね。これめっちゃ描きやすいです。これ妙義のクリアです。感化のクリアです。似合いますか？似合ってません。恥ずかしい。それは似合ってます。一番似合ってます。ください。まあ今作のね、3型共通で言えるんですけども、はい、厚みのある生地だったりとか幅の広いテンプルだったりするので、それこそクリアフレームっていうのはカスタムをすればするほどガラッと印象が変わるカラーかなと思いますので、ぜひぜひ生地加工とかゴリゴリにカスタムしてもらいたい一本だと思いますね。ということでですね、今日は、この新作ですね、ヤバ妙義感化からクリアフレームっていうのをご紹介させていただきました。まあ本当に真っ黒とか、もう本当に無色透明のクリアっていうのはですね、非常にまあレンズにしてもカスタムにしても遊べる一本であることは間違いないですね。なので、こちらのですね、クリアを使ってですね、ぜひいろんな遊び方をしていただきたいなと思っております。本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それでは皆様もクリアの旅へ。